昨日の夜、どうしても思い出したい曲が思い出せなくて、お父さんの車でずっと昔聴いてた曲があったんだけど、本当に思い出せなくて、あまりにも思い出せないから電話したら、12時ぐらいに電話したの。したら、こんな時間にそのためだけに聴いてくる娘いるかよって言って、笑いながら怒られた。何の曲だったかっていうと、今井美樹のプライド。あの曲をね、ずっと替え歌して歌ってたから、私がお父さんに、あの替え歌してた曲、なんだっけって聞いたら、一瞬で思い出してくれたから、やっぱ、さすがだなと思ったね。もうこの話なんて、二十何年もしてないからさ、覚えててくれてるのが、すごいよね。何の話。